今日は皆さんのお便りの中から、ボートレース場には予想屋さんがたくさんいますが、どんな仕事をしているんですかということで、今回のボートスクープは予想屋さんの仕事は何を徹底解明。さあおなじみになってきましたボートレース多摩川、今回は北門の方から失礼させていただきます。今回も私増田岡田の増田が皆さんに代わりまして、気になるネタをスクープしてまいります。さあ場内には予想屋さんがたくさん並んでますね。あーずらずらずらーっと、その数なんと全部で15台。今回はこの中からこちら、この道46年のせいちゃんに密着したいと思います。せいちゃん、せいちゃん、よろしくお願いします。ちょ、どこ行くんですか、どこ行くんですか。毎日ルーティンは同じだね。なるほど、まずは予想台をきれいに掃除するところから始めるんですね。小道具も並べて着々と準備をされてます。さあ続いてせいちゃんは3階のスタンド席に向かいました。でこれから合わせが始まるから、あの選手たちが出てきてチェックしたり、その後スタート練習が6レースまであるから、で僕の場合は2手で合わせた時の伸びだよね。出ました、せいちゃんの流儀その1、足合わせは伸びを見るべし。ね、だいぶ良くなってるなとか、相変わらずいいなとか、それが朝のポイントかな。さあ朝の試運転が終わりまして、いよいよ1レースの展示構想が始まります。おっと、ここでせいちゃんが取り出したのは秘密兵器ですか。1が何秒、2が何秒。なるほど、この機械で一周タイムを測るんですね。やっぱりお客さんはこの一周タイムっていうのを気にするんだよね、こうやって一定ずつのタイムが画面に出るんですね。ねえねえせいちゃん、予想するときって一番大事にしてることって何ですか。目点字を重視する、はい、出ました、せいちゃんの流儀その2、目点字を重視すべし。予想へのアプローチっていうのはいろいろあると思うんだよね。サイコロ転ばせばいいっていう問題はないだろうけども、僕はあんまり時計は重視しない。なるほど、やっぱり自分の目が一番ですね。そしてこれは何ですか。これガリ版印刷、100円の予想が吸っちゃうという。そっかそっか、こうやってガリ版印刷で吸った予想メモをお客さんは100円で買っていくんですね。さあそしてですね、気になってたんですけど、せいちゃんはどうやってこの予想屋さんになったんですか。奥さんのお父さんがここにいて、先代がね、もう亡くなったけどやって、それでその助手をやって、そっからだね。みんな大体そうだけどね。なるほど、じゃあ予想屋さんになりたい人は予想屋さんの娘さんと結婚したらいいんですね。さあ今日も自分の目と勘を信じて流儀を貫いてきたせいちゃん、11レースまでなんと5勝。そんな好調なせいちゃんに乗っかって勝負してみましょう。12レース来たメンバー、こちら気になる予想お願いします。はい、いただきました。4からですね、4からですね。まあ134のボックスまであるけどね。これは穴。さあどうなるんでしょうか。4です、4来い、来い4。さあどうなる。人気の1番西山に2番藤田が刺身構える、3番クリキが中を割れない、普通に逃げた、1が逃げた。結果は1、3、5、4、どこ行きました。せいちゃん、いや損させちゃったね、申し訳ない。いやいやいや、それもしゃあないです。悔しい、悔しがるその背中もかっこいいですよ。では最後に、46年続けてきたこの仕事の魅力って何なんでしょう。やっぱ結果がすぐ出ることでしょう。で言い訳聞かないし、ね、お客さんの、命から2番目に大切なお金をかけさせるんだから、やっぱりね、本場に足を運んでほしいな。一日ここで楽しむ、これが一番じゃないかなと思うんですけど。わかりました、ボートレースとともに生きてきたせいちゃんの言葉、心に染みました。これからも頑張ってください。さあ、あなたの気になる疑問を大募集し、増田岡田の増田でした。